吉田兼好作、佐藤春夫役、現代語訳つれづれ草。序。つれづれなるままに日暮しすずりに向かいて心に移りゆく吉な仕事をそこはかとなく書きつくれば怪しゅうこそ物狂おしけれ。鬱屈のあまり一日中すずりに向かって心の中を浮かびすぎる取り留めもない考えをあれこれと書きつけてみたが、変に気違いじみたものである。第164弾。世上の人間は愛さえすれば少しの間も黙っていることはない。きっと何か喋る。その言葉を聞いてみると、大抵は無駄な談話である。世間の噂話、人の品評、自分にとっても他人にとっても損多く益が少ない。しかも、これを語っているとき、当人たちがいかに無益なことかも気づいていない。第89弾。奥山に猫股というものがあって人を食うものであると、ある人が言うと、山でなくとも、この辺にも猫の年功を経たものが猫股になりやがって人を取ることはあるものですよというものもあったのを、何阿弥陀仏とかいう連歌をする法師が行願寺の付近に住んでいたのが聞いて、一人歩きをする身分だから用心しなければと思っていたところから、あるところで連歌で夜更かしをして、ただ一人で帰って小川の旗を通りかかっていると、噂に聞いていた猫股が、果たしてこの坊主の足元へふと寄ってくると、すぐさま駆き上り首のあたりに食いつこうとした。肝を潰して、防ぐ力さえ失せ、足も立たず小川へ転び入って、助けてくれ、猫股だ、助けてくれ、と叫ぶので、あたりの家々から松明などつけて駆けつけてみると、近所に顔見知りの坊主であった。これはどうなされたと、川の中から抱き起こしてみると、レンガの掛物に取ってきた扇や小箱などを懐中していたのも水に浸かってしまっていた。不思議と命は危うく助かったらしく、ようようのことに家に帰り行った。飼い犬が暗中にも主を知って飛びついたのであったそうである。第91弾。釈絶日ということは、陰陽道にも定説のないものである。昔の人はこの日を忌まなかった。近頃何者かが言い出して忌み始めたのであろうか。この日にすることは成就せずと説いて、この日に言ったこと、したことは目的を達せず、得たものも失い、企てたことも成功しないというのは愚劣なことである。吉日を選んでしたことで成就しないのを数えてみたって、また同様の統計を得られよう。その理由は、常住ならぬ天変の現世では、目前にありと思うものは実は存在せず、始めあることも終わりがないのが一般である。志は遂げぬがちである。欲望は不断に起こる。人間の心そのものは不浄であり、物も皆幻のように変化して、何一つしばらくでもとどまっているものがあろうか。この道理がわからないのである。吉日にも悪事をしたら、必ず強運である。悪日に善事を行うのは必ず吉であるとか言われている。吉凶は人によって定まるもので、日に関係するものではない。第236弾。丹波に出雲というところがある。現在の京都府亀岡市の出雲。名にちなんで木月大社を移して立派に社を造営している。シダの何がしという人が治療しているところだから、この人が秋の頃、商会商人をはじめ、あまたの人々を誘い、さあどうぞ、出雲の社へご参詣方々、ぼたもちでも召し上がってください、というので案内していってくれたので、人々は参拝して大いに信心を起こしたが、ふと見ると、神前の獅子や狛犬が反対に後ろ向きに立っていたので、商人がひどく感心して、ああ、ありがたい。この獅子の立ち方が実に珍しい。深いわけがあろうと感類を催して、どうです皆さん、ありがたいことがお気づきにはなりませんか。仕方のない人たちだ。と言ったので、人々も不思議に思って、なるほど、よそとは変わっていますね。都への土産話にしましょう。などといったものだから、商人は一層ゆかしく思って、おとなしくて物分かりのしそうな顔をした神官を呼んで、ここのお社の獅子の立て方は、きっと由来のあることでしょう。ご説明を願いましょう。と、尋ねられると、それでございますか。わんぱくどもがしでかした不都合ないたずらです。と答え、そばへ立ち寄って据え直していってしまったので、商人の感類も不意になってしまった。第73弾。世に言い伝えていることは、真実では興味のないものなのか、多くはみんな空言である。人間というものは実際以上にこしらえ事を言いたがるのに、言わんや年月を過ぎて世界も変わっているから、言いたい放題を虚構し、筆でさえ書き残しているからそのまま事実と認定された。それぞれの道の達人の偉かったことなど、わけのわからぬ人でその方面に知識のない輩は、むやみに神様のように崇めているけれど、その方向に明るい人は一向に崇拝する気にもならない。評判に聞くのと見るのとは何事でも相違のあるものである。そばからバレるのも気がつかず口任せに喋り散らすのはすぐに根もないことと知れる。また、自分でも本当らしくないと知りながら人の言ったままを鼻をうごめかしながら話すのは別段その人の空言ではない。もっともらしくところどころは不確かそうによくは知らないと言いながら、それでいて辻褄を合わせて話す空言は恐ろしいものである。自分の名誉になるように話されている嘘は何人も強いて取り消そうともしない。人が皆面白がっている嘘は自分一人打ち消すのも変なものだと黙って聞いているうちについ証人にまでされてしまっていよいよ事実と決定してしまう。ともかくも、嘘の多い世の中である。それゆえ、人があまり珍奇なことを言ったら、いつも本当は格別珍しくもない普通のことに直して、心得てさえおけば、間違いはないのである。下賤な人間の話は耳を驚かすものばかりである。立派な人は期待なことは言わない。こうは言うものの、神仏の奇跡や高層の伝記などをそんな風に信じてはいけないというのとは違う。これらは世俗の嘘を本気で信じるのも間抜けだが、まさかそんな事実あるまいと論争したとて始まらないから、大体は本当のこととして相手になっておいて、むやみに迷信したり、またむやみに疑いあざけったりしてはならない。第194弾。達人たる者が人を見る眼識は、少しも見当違いのあってはならないものである。例えば、ある人が世に対して空言を構えて人を欺こうと計画する場合、それを正直に事実と信じて、その人の言うがままに騙される人がある。また、あまりに深く空言を信じすぎて、その上に輪をかけた空言を付け加える人もある。また、何とも思わないで気にも留めぬ人もある。また、幾分か疑念を挟んで本当にするでもなく、しないでもなく、考えて見ている人もある。また、本当とは受け付けないが、人の言うことだからそんなこともあるかもしれないくらいに思って、そのままにしておく人もある。また、様々に推察して、万事の見込んだような風に賢者ぶってうなずいて、微笑してはいるが、その実一向真相を知らないでいる人もある。また、推測して、なるほどそうか、と気がついていながら、まだ間違いがあるかもしれないと疑いを抱いている人もある。また、格別に大したことでもないさとばかり手を打って笑っている人もある。また、空言とよく知っていながら、分かっているとは言わないで、気のつかぬ人同然の態度で過ごす人がある。また、空言と知り抜いて、空言を構えた人と同じ心持ちから、それに力を合わせ、それを助長する人もある。無知な人間どもが集まって、取るにも足りない空言でさえ、種を知ってさえいればこのように人様々の個性が言葉になり、表情になり、現れるのがわかるものなのである。まして、明達の詩、賢く道理をよく知る人が我々のように惑っているものを見抜くのはわけもないこと。あたかも手のひらの上のものを見るほどのことであろう。さればといって、こんな推測をもって深遠な仏法の方便などにまで準じて、論じ及ぶことは良くない。第189弾。今日はあることをしようと思っているのに、別の急ぎの用が出てきて、それに紛れて暮らし、待つ人は故障があって来ぬ。待たぬ人が来る。頼みにしていたことは不調で、思いがけぬことだけが成立した。心配していたことはわけなくなり、何でもないと思っていたのが大層骨が折れる。一日一日の過ぎてゆくのも予想通りにはならない。一年もその通り、一生涯もまたそうである。予定の大部分は皆違ってしまうかと思うと、必ずしも違わないものも出てくる。だから、いよいよ物事は決めて書かれないのである。不定と考えておきさえしたら、これが間違いのない真実である。第188弾。ある人がその子を僧にして仏教の学問を知り、因果の哲理をも会得し、説教などをして世渡りの手段とするがよかろうといったところが、子は親の命の通りに説教師になるために、まず乗馬を稽古した。それは古紙、人を乗せて担ぐ乗り物や車、牛車のない身分で同士として招待された場合、先方から馬などで迎えに来た場合に、蔵に尻が座らないで落馬しては困ると思ったからである。その次には、仏事の後に酒の振る舞いなどがあったとき、坊主がまるで芸がなくとも、世主は曲のないことに思うだろうと、僧歌というものを習った。乗馬と僧歌とがだんだん上手になると、ますますやってみたくなって、稽古している間に説教を教わる時がなくて年を取ってしまった。この坊主ばかりではない。世間の人は皆この坊主と同様なところがある。青年時代には、何事かで身を立てて大きな道をも成し遂げ、才能をも発揮し、学問をもしたいと、遠い将来の念願を心に抱きながら、この世を長く、のんきなものに考えて怠慢しつつ、まず目前のことにばかり追われて、それに月日を費やして暮らすから、どれもこれも、一つとして成就することもなく、その身は老人になってしまう。芸道の達人にもなれず、思ったほどの立心もせず、後悔しても逆に年を取れるわけでもないから、走って坂を下る車輪のように衰えてしまう。それゆえ、自分の生涯で主要な願望の中で何が最も重要かをよく思い比べた上で、第一のことをよく決定し、他の一切は放棄して、その一時を励むべきであろう。一日のうち、一刻の間にも幾多のことが起こってくる中で、少しでも益のあることは実行して、他は放棄して大事の実現を急ぐべきである。何もかも捨てまいとする心持ちでは、結局何一つ成就するものではない。例えば、碁を打つ人が一手も無駄をせず、人の先を打って、小を捨て、大を取ろうと心がけるようなものである。3つの石を捨てて10の石に着目することは容易である。10を捨てて11を取ろうとするのは難しい。1つでも多い方を取るのが当たり前なのに、10にもなると惜しく感じられるから、大して多くもない石とは取り替えたくない。これをも捨てず、あれをも取ろうと思う心のために、あれも得られず、これをも失ってしまう道理である。京に住む人が休養で東山へ行ったと仮定して、すでに着いてからでも西山へ行った方がさらに有益だと気づいたなら、東山の目的の家の門前からでも引き返して西山へ行くべきである。ここまで来ついたのだから、まずこのことを済ましておこう。期日のあるわけでもないから、西山の方へは帰ってからまた志そうと思うから、一時の気体が一生の気体となってしまう。これを恐れなければいけない。一時を必ず成就しようと思ったら、他のことの破れるのを決して案じてはいけない。他人の嘲笑なども恥とするには及ばぬ。一切万事と取り替えるに気にならないでは、一つの大事もなるものではない。人のたくさん集合していた中で、ある人が、マスオのすすきなどということがある。渡辺の聖がこのことを伝え知っている。と話したのを、東蓮法師がその席上に居合わせ聞いて、雨が降っていたので、身の傘がございましょうか。拝借したい。そのすすきのことを習いに、渡辺の聖のもとへ問いに行きましょう。と言ったので、あまりに請求です。雨が止んでからでは。と人が言うと、とんでもないことをおっしゃるものですね。人の命は雨の晴れ間まで待っているものでしょうか。私も死に、聖も亡くなられたら尋ねることができましょうか。と、走り出て行って習ってきたと言い伝えられているのは、実に非常にありがたいことと思う。時々は、機敏にやれば、すなわちこうあり、ということは、論語という書物にもある。この、すすきのことを、不審にしていた折から、真理を追求しようという意気込みであったのであろう。第92弾。ある人が弓を射ることを習うのに、2本の矢を手にして的に対した。すると、師匠の言うには、初心の人は矢を2本持ってはならぬ。後の矢を頼みにして、最初の矢を存在に取り扱う君になる。いつも区別なく、この一本で的中させてみせると心得ていろ。と言った。わずかに2本の矢。それも死の面前でその1本を存在に思うはずもある前に、気体の心を自分では気づかずにいるが、師匠の方ではちゃんと見て取っている。この訓戒は万事に適用できよう。道を学ぶ人。夜分は明朝なることを思い、朝になると夜勤めようと思い、この次にはもう一度心を込めてやり直そうと期待する。まして、一瞬間のうちにさえ、気体の心のあるのを自覚しようか。何故に、今この一瞬間にすぐさま決行することが至難なのであろう。第93弾。牛を売るものがあった。買う人が明日その代価を支払って牛を引き取ろうと約束した。夜の間に牛が死んだ。買おうという人が得をした。売ろうという人は損をした。と話した人があった。この話を聞いていたそばの人が、牛の持ち主はなるほど損をしたわけだが、また大きな得もある。というのは、生きている者が死の近いのに気づかぬ例は、牛が現にそれである。人とてもまた同様である。思いがけなくも牛は死に、思いがけなく持ち主は生きている。一日の命は満金よりも重い。牛の値は蒲生よりも軽い。満金を得て一銭を失った人を損をしたとは申されまい。と言ったら、人々は皆あざけって、その理屈は牛の主にだけに限ったものではあるまい。と言った。そこで、そのそばの人が重ねて、人が死を憎むというならば、すべからく生を愛したがよかろう。命を流れた喜びを毎日楽しまないはずはない。しかるに人は、愚かにも、この楽しみを無視して、労苦して別の楽しみを追い、この存命という財宝を無視し、身を危うくしてまで別の財宝を貪るから、心に満足を感ずる時もないのである。生きている間に生を楽しむことをせずに、死に臨んで死を恐れるのは不条理である。人が皆生を楽しまないのは死を恐れていないからである。死を恐れないのではなく、死の近づくのを忘れているのである。もしまた、生死の問題に超越しているというのなら、まことに真理を会得していると申すものである。と言ったら、聞く人はますます嘲笑った。第155弾。俗に順応して世に生きる人は、まず第一に時期を察知しなければなるまい。順序が悪いと人の耳にも逆らい、心持ちをも損ない、ことは成就しない。これほど大切な機運というものをわきまえなくてはならない。しかし、病気になるとか、子を産むとか、死ぬることなどに従っては、時期も何もない。折が悪いと言って見合わすこともない。発症、損傷、異常、壊滅の4層の移り変わる真の重大時は、あたかもみなぎる本流のように停止するところを知らない力である。寸時も停滞せず、即時に変化進行を実現する。それゆえ、真理に関する方面の努力にしろ、世俗的な技で、この一時は必ず遂行しようと思うほどのものは、時期などは問題ではない。あれこれと準備も用意も必要はない。即刻実行に着手するがいい。春が暮れて夏になり、夏が終わって秋が来るのではない。春はその時に早くも夏の木を催し、夏の時すでに秋の木が来ているのである。秋はやがて冬の寒さを伴い、初冬陰暦10月の小春の天気は、春の木に通うて草も青み、梅も青みを持つ。木の葉の落ちるのも、まず落ちてから芽を刻すのではない。下に刻し、突き張る力を支えきれなくて落ちるのである。迎える木が下に準備されているから、水位の順序がすこぶる早いのである。人生の少量拍子の水位の来ることも、その速さはそれ以上である。四季の推移には、それでもまだしも一定の順序もある。四季は、順序も待たない。死は、前方から目に見えては来ない。あらかじめ、背後に切迫している。人は皆、死のあることは承知しているが、今にとのんきに構えている人に対して、不意を襲う。沖まで、干潟が遠く見えているけれども、磯には、突如と潮の満ちてくるようなものである。